宮城県登米市より初めて参加していただきます街道医者人の皆さんです。演舞タイトル東雲の空よ椿咲島、男性衆の力強さ、女性の艶やかさをテーマに表現します。皆さんの心に響く踊りをお届けできるよう精一杯頑張りますというコメントをいただいております。それでは街道医者人の皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、はじめまして、宮城県の街道医者人と申します。今回この月の山よさこいさんは初めて参加させていただきます。私たちも3年間コロナ禍においてイベントがなくなって活動が思いできなくて寂しい時期が続きました。やっとこう少しずつイベントが再開されて、私たちも宮城県だけではなくて県外のイベントにもこうして参加していきたいと思います。本日はこの人数ですけども精一杯踊りますので、ご声援よろしくお願いしたいと思います。それでは参ります。街道医者人2023東雲の空よ椿咲島、精一杯踊ります。ご声援よろしくお願いいたします。Yeah!
斉藤石里さん、どうもありがとうございました。踊り子さんの視線が熱くて、凛とした姿がとっても魅力でした。魅力的でした。ありがとうございました。